木内道義1月2日隊は、日本の元最高裁判所裁判官、弁護士、徳島県徳島市出身、神戸市の進学校を卒業後、東京大学へ進学、学生運動への参加経験がある。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。司法修習終了後、組織に属するのではなく、独立して仕事ができるという理由から弁護士になった。倒産事件と家事事件のエキスパートとして弁護士活動を行った。1995年の阪神大震災発生時は大阪に居住しており、想像を絶する被害に弁護士は役に立たないと感じたが、それでも震災発生直後から被災者の法的救済に奔走し、倒壊した借家の権利関係などの相談に応じるため、弁護士会の中心になって避難所に弁護士を派遣し、被災者の声を汲み取った。2005年2月に行われた第32回日本集中治療医学会でのパネルディスカッション ICU における末期医療のコンセンサスにおいて、木内は、患者の意思の確認方法について、患者の意思が不明でも、家族の同意があれば事実上問題とはなっていないが、法的には家族には代行する権限はなく、あくまでも自己決定権が優先されると述べている。38年間にわたって弁護士活動を続け、その間に、法制審議会民事、人事訴訟法部会人事訴訟法文化会委員、日本弁護士連合会倒産法制等、検討委員会委員長などを歴任した。田原睦男が2013年4月22日で最高裁判事を定年退官したのに伴い、その後任として2013年4月25日に最高裁判事に就任した。2018年1月1日に退官した。2019年5月21日発令の春の叙勲で朝日大綬章を受章。最高裁判所公式サイト最高裁判所の裁判官、週刊医学新聞、最高裁判事に、木内氏、徳島新聞、弁護士から最高裁判事に就任した木内道義さん、毎日新聞、最高裁、弁護士出身の木内判事が、法府、裁判所最高裁判所判事一覧表2019年2月14日、閲覧。官報号外第14号 11P。令和元年5月21日、関西大学法科大学院公式サイト、木内道義先生が最高裁判所判事に決定しました。ありがとうございます。